残りが2周。7番の吉武が1番の赤塚をまず抑え込むような形です。3番の神山は一旦車を下げて7番吉武のラインの後ろでしたが、さらに車をもう一度上げていきます。3番の神山先頭誘導員かわしました。7番の吉武は4番手をキープして7番手に置かれる形になった1番の赤塚です。残り600の鐘が鳴っています。少しペースを落とした3番の神山、後方からそれを見て巻き返してきたのが1番の赤塚、合わせて踏んでいく3番神山。残りが1周、1番の赤塚一気に前を叩きました。後ろ5番の佐藤、さらには8番の松本、続いていきます。東北勢3名きれいにできる形。4番手に下がった3番の神山、7番手から上がってこようという7番の吉武ですが、まだ5番手横あたり。1番の赤塚先頭、2番手後ろを確認、5番の佐藤、4コーナーから直線、赤塚先頭、後ろから5番の佐藤が追ってくる。佐藤が並んでかわしたゴールイン。最後は5番の佐藤がかわしています。後ろに9番の伊藤、静岡の2人が前に上がってその2人を追う形になった8番の竹山です。残り2周を過ぎています。4番の吉田をまずは抑え込んだ7番の遠藤です。4番の吉田は車を下げました。さらには8番竹山が上がってきたところ、8番竹山がここは前を抑えていきます。残り600の鐘、さらには後方から1番笠松、一気にスピードを上げて8番竹山と踏み合うような形になったが、ここは1番の笠松が前に出ました。残りが1周です。1番の笠松先頭、2番手は5番の市倉、離れていた6番の長勝寺なんとか追い上げてきますが、ここは苦しくなって下がっていきます。3番手は8番竹山、外から上がってきたのが7番の遠藤、4番手から3番手、2番手にじわじわ迫ってくる。1番の笠松先頭、2番手横まで上がってきた7番の遠藤をブロックしていく5番の市倉、4コーナーから直線、笠松先頭、外から5番の市倉、さらには7番4番、4番の吉田かゴールイン。最後突き抜けた。の大畑です。残りが2周、3番佐々木は車をすんなりと下げました。後方からは7番の吉田元樹も上がってきています。吉田元樹がここは4番の大畑をさらに抑えるような形になってバックストレッチ、その吉田元樹が誘導員をかわしていきます。先頭は7番の吉田元樹、残り600の鐘、これを聞いて3番の佐々木が一気に仕掛けて飛び出そうというところ、3番の佐々木が先頭、2番手9番の三隅、3番手に7番の吉田元樹が入る形になりました。残りが1周、3番の佐々木の先行です。2番手9番の三隅、3番手追っていく7番の吉田元樹、その後ろ5番の阿部、さらには1番の梅山と続いています。バックストレッチ、3番の佐々木が2番手を少し離していった、9番の三隅が後ろの様子を見ている、車間を開けているのか。3番手は7番の吉田元樹、その後ろ5番の阿部と続いて4コーナーから直線、佐々木が先頭、2番手から9番の三隅も懸命に追う。9番の三隅がかわしたか、ゴール前わずかに9番残りが2周、6番の平川が前に上がって、ここは9番の武藤の横まで上がるか、いや7番の高橋喜月をまずは抑え込んでいきました。6番の平川、さらに車を上げて先頭誘導員をかわしていきます。7番の高橋喜月は現在7番手、内に詰まるような感じになっているのが9番の武藤です。6番の平川が後ろの様子を見ながらペースを上げていきます。4コーナーからホームストレッチ、まもなく残り1周、ここで7番の高橋喜月も仕掛けて前に上がってくる。さあ6番の平川が懸命に踏んでいますが、2番手外まで7番の高橋喜月、高橋喜月が強引にねじ伏せていきました。バックストレッチ、後ろは5番の新井が続いて、3番手2番の赤石切り替えました。その外あたりまで9番の武藤もまくって上がってこようという体勢だが、これは苦しくなった。4コーナーから直線、高橋喜月が先頭、外から5番の新井が追ってくる。高橋喜月、新井並んでゴール、わずかに最後は高橋喜月が振り切ったか。も先頭誘導員かわした4番の磯島です。後ろは8番の佐々木、さらには6番の鈴木と続いています。7番の2頭が4番手、5番手に3番の佐藤、後方まで下げた5番の柿沼7番手、
9名が縦1列の体型です。少しペースを上げていく4番の磯島。残り600の鐘が鳴りました。磯島がこのまま主導権か。2番手は8番の佐々木、3番手6番の鈴木、4番手7番の2頭がいて、5番手3番の佐藤、さあそして7番手置かれています。5番の柿沼、縦1列で残りが1周。4番の磯島ぐーんとペースを上げました。2番手は8番の佐々木、3番手6番の鈴木、4番手から7番2頭のまくり、4番手から3番手、2番手横に並んでくる8番佐々木、これをブロックするが、かいくぐって7番の2頭が前を捉えていこうという体勢。4番の磯島も懸命に抵抗。4コーナーから直線、7番2頭先頭、外から3番佐藤が追ってくるが7番2頭か、振り切りました7番の2頭源太。7名縦1列の体型ですが、残り2周というところで早くも5番の中野が上がってきました。後ろは6番の野口です。5番の中野、2番手の外まで上がってくるような形になって、ペーサーと少し車間を空けたのが7番の小林です。さあその小林をかわして先頭に立とうという感じ。5番の中野、2番手7番の小林、3番手3番の坂口、その後ろ4番の森、外に2番の石井と続いています。ペーサー対比して5番の中野が先頭に変わっています。4コーナーからホームストレッチ、まもなく残りが1周。ここで2番の石井が一気に仕掛けて先頭に変わりました。後ろを追っていくのは7番の小林、3番手3番の坂口です。4番手少し離れる形になりながら6番の野口が追っていきます。バックストレッチ、2番の石井が先頭です。2番手7番の小林がぴったりと追う形になって、3番手3番の坂口、4番手以降は少し離れる形になりました。3名で直線の争い、2番の石井が先頭です。2番手から7番の小林、7番の小林抜け出しました、ゴールイン。2着は3番の坂口、3着2番の石井です。ここはこの2人、1番の奥井の後ろを狙っていこう、欲しいというようなそんな動きでしょうか。残り2周の2コーナーにかかっていくあたりです。ペーサーの後ろは6番の東口です。7番の奈良岡が2番手、3番手2番の田畑です。ペーサー対比して残り600の鐘、1番の奥井がじわじわと上がってきました。現在は3番手の外あたり、この後ろの位置は激しく争う感じになりそうです。4コーナーからホームストレッチ、まもなく残り1周。1番の奥井が座ったままいつもの通り踏み込んでいきました。2番手ですが少し離れながら7番の奈良岡を追う形になりました。3番手は3番の渡辺、その後ろ6番の東口、バックストレッチ、1番の奥井がぐんぐん飛ばす。2番手かなり離れました。7番の奈良岡懸命に追いますが差が詰まりません。4コーナーから直線、奥井の独走です。2番手以降を大きく引き離しました。奥井圧勝、楽勝、ゴールイン。2着7番の奈良岡です。さらに車を上げて3番の筒井をまずは抑えていきます。7番の立川です。残りが2周、3番の筒井を抑え込んだ7番の立川、立川のラインの後ろには5番の相川もいます。先頭誘導員かわした7番の立川、後方から一気に来ました5番の相川、相川が前を抑え込んでいって残り600の鐘、後ろは1番の高橋、3番手9番の菅、その後ろ7番の立川と6番の渡辺が並走するような感じか。さらに1車車を上げて9番の菅と並走している7番の立川です。残りが1周、5番の相川ペースを上げる。2番手ですが1番の高橋が守って、3番手7番の立川がさばく形になった。後方から3番筒井がまくってきて、3番手外から2番手外に一気に接近、5番の相川も懸命に踏んでいる。そこに並んでくるのは3番の筒井、4コーナーから直線、3番の筒井が先頭に変わった。3番の筒井が先頭、今ゴールイン。2着はどうか、5番の相川か1番の高橋か。小笹が7番の小川に並んでこようというところ、小川も懸命に踏んでいる。さあ小笹と小川並んで4コーナーから直線、小川が先頭、外からは1番の小笹、小川が粘ったか、小川押し切った、ゴールイン。
残りが2周です。3番の小島が前を抑えて吹原はすんなり下げるか、先頭誘導員かわした3番の小島が先頭ですが、後方から4番の山本上がってきました。山本が前を抑えて小島は車を下げました。それを見て後方から5番の久木原が一気に仕掛けます。残り600の鐘、5番の久木原飛び出した。2番手は2番の佐藤、3番手には7番の深井、4番手は4番の山本キープして7番手に置かれました3番の小島です。まもなく残りが1周、5番の久木原の先行です。2番手は2番の佐藤、3番手7番の深井、4番手4番の山本がさあまくっていけるか、7番手置かれています。3番の小島バックストレッチ縦1列、5番の久木原逃げていく、2番手2番の佐藤、3番手には7番の深井、3番の小島のまくりは6番手外苦しくなった。4コーナーから直線、久木原先頭、2番手から2番の佐藤追ってくる、久木原先頭だ、久木原押し切ったか、わずかに久木原押し切ったか。残りが2周というところです。1番の桐山が先頭誘導員の後ろ、4番手8番の泉を抑え込んだ3番の石塚、さあ少し前がバラバラっとした感じになりましたが、3番の石塚3番手外に上がってきました。3番の石塚さらに車を上げて1番の桐山を抑え込みます。残り600の鐘、ペースを上げる3番の石塚、2番手ですが9番の隅、この位置を1番の桐山狙っていった。1番の桐山が2番手を取り切りました。残りが1周、3番の石塚先行です。後方から一気に来たのが8番の泉、合わせるように3番の石塚、さあ泉と石塚が踏み合うような形になって、2コーナーからバックストレッチ、石塚が前に出る、泉は苦しくなって2番手3番手と交代していく。2番手キープしているのは1番の桐山、後ろは7番の石毛。4コーナーから直線、石塚先頭、外から1番の桐山追ってくる、桐山並んでかわしました、ゴール。1番の桐山です。まもなく残りが2周です。5番手並走している2番の横山と9番の稲毛、先頭誘導員の後ろは7番の和田で変わりません。3番手8番の川村です。さあ5番手並走の位置から2番の横山、2コーナーからバックストレッチにかけて先に上がるか、しかしここは8番の川村が前に上がっていきました。川村が前を抑えて残り600の鐘、さあ2番の横山も飛び出した。2番の横山一気に前を叩いていきます。後ろは5番の河野、さらにはその後ろまで9番の稲毛が一気に上がってきている。まもなく残りが1周、2番の横山先頭ですが、9番の稲毛がこれを叩いていこうというところ、踏み合いになった。2番の横山、9番の稲毛、ここはがっちりともがき合っている。しかしここは9番の稲毛前に出るか、後ろから1番の村上が前に踏んだ。さらには4番の前田拓也、この後ろに7番の和田が続いているか。4コーナーから直線、1番の村上が先頭、4番、さらには外から7番の和田、7番の和田健太郎が最後届いたか。